さあ始まりました本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います現在時刻ですけども11月12時15時56分 YouTube 録画しております今日まずビットコインイーサリアム BNB ソラナ XRP エイダですねこちらの仮想通貨をしっかりチェックしてその後ジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思いますので最後までご覧になっていただければと思っておりますそれではビットコインの冷やしチャートから確認ですけども ビットコインちょっと下がってきてしまっていますね。今2.94%下落で232万6000円ぐらいということでちょっと下落の、ね、幅が広がってきてしまったのかなというところでちょっと残念な結果になっているんですけどもビットコインもねちょっと弱いですよね今日ね月き足を見ていきましょう月き足を見ていくとですね今232万7000円ぐらいということなんで、まあ、ちょっと安値を割り込んできている感じなんですよねちょっと厳しい展開になってきたなという感じですね。 それから続きまして、イーサリアムですね。こちらもちょっと下落になってきておりまして、0.34%下落になっております。17万5000円ぐらいということで、ちょっとこちらも、ね、下落になってきてるんですけども、まあ、ビットコインに比べればちょっと強いのかなという感じはするんですけども、こちらもちょっと、ね、怪しい展開になってきているので、気をつけなければいけないのかなというところですね。13万円ぐらいまでは下げられると思いますので、ちょっと気をつけてほしいなというところですね。はい、それから BNB ですね。 こちらはドルとということで下落になっております。まあ、ちょっと底堅いとも言えるかもしれませんけれども、まあ、同じ、ね、しあの仮想通貨取引所の FTX の FTT が下がってしまっているということもありましてバイナンスコインもちょっと、ね、あの嫌気されるかなと思ったんですけどバイナンスコインやっぱりちょっと強いですよね下げ幅もそんなに大きくないですしいい感じで、えー、今戻ってきてるんじゃないかなと思っておりますけれども 300ドルぐらいまでは戻るんじゃないかなという感じはしますけどね、まあ、ちょっとどうなのかわからないですけども、はいえー、それからソラナですね、こちらは FTX ともちょっと関連が深いということもありまして、15ドル、えー、今、下回った、ちょっと上回ったあたりですかね、10%ぐらい下がってしまったということなんで、まあ、ソラナは結構買ってる方が結構多いと思うんでね、結構厳しい展開になってきたんじゃないかなと思いますね、これ、冷やしアートなんですけども、 ちょっとまあ30ドルぐらいまであったんですけどね、ちょっと弱くなってしまって、15ドル半分ぐらいになってしまったという感じだと思うので、ちょっと厳しい展開ですね。それから XRP なんですけども、こちらもね、下落になってきてしまって、4.46%下落になっております。51.1円ぐらいということで、ちょっとこちらもね、詐欺が拡大してきてしまったなという感じかもしれませんけども、ちょっと厳しい展開になってきましたよね。 こちらも41円ぐらいまでは下げれるんじゃないかなと思うので、まあ、そのぐらいまでいってもおかしくないのかなと思っております。はい、それからエイダですね。こちらが5%安くなってしまって0.34ドルということで、ちょっと厳しい展開になってきています。こちらもね。 うーんそうですね、ちょっと厳しい展開ですね、0.5ドルぐらいまでは戻れる可能性はあるかなとは思ってるんですけども、ちょっと厳しい展開になってきました、上値が重いですよねうん、全体的にちょっとこう厳しいなっていう感じがするんで、どうなるか分かりませんけども、うんちょっと厳しいですね。 はいちょっと仮想通貨全体にね厳しい展開になってきてますのでちょっと気をつけなければいけないのかなと思っておりますジャスミンはどんな感じで動いているのかしっかり皆様と認識していきましょうこちらが今日のジャスミンなんですけども今日6.56%下がってしまって0.5215ということでなんとか0.5円はキープしてるかなという感じですね、まあ、ちょっとここを下回ってしまうとね本当にに0.25とかまでいってしまう可能性が出てくるので0.5円をなんとか死守してほしいなというのが、まあ、こちらのジャスミンのホルダーの皆様の本音じゃないかなと思います 思いますねまあ、ただ、ジャスミンの方はね、もう少し安いところでも買いたいという方もいらっしゃいますので、まあ、ちょっとその辺がどう出るかというところなんですけども、まあ、ちょっとですねここ下回ってくるんじゃないかなと、0.4円台というのにはね、入ってくるんじゃないかなと思っているので、まあ、ちょっと下落のね,ねターンになっているのかなというところは、かゆま見えるんじゃないかなと思ってますね。まあ、ちょっと下げ渋っているので、まあ、ここから戻せればいいんですけども、まあ、ちょっとどうですかね、安値下回ってくるんじゃないかなと思ってますけどね。 0.4円ぐらいまでは行くんじゃないかなとちょっと思ってますけどどうなるかこの辺で戻してくる場合もあるかもしれませんけどね、まあ、せっかくちょっと盛り上がって1円ぐらいまで戻っていってたのでちょっと半分ぐらいになまとまったななってしまったなっていうのがちょっとこうなんか切ないというかね、まあ、ちょっと悲しい感じになってしまったんですけども。 まあちょっとなかなかね上がっていくいい感じで上がっていってたのでちょっとこの FTT の問題がやっぱり仮想通貨全体をねえ巻き込んでしまっていてちょっと調整になるならざるを得ないというかね感じになってしまっているのでちょっとジャスミンもそんな感じで巻き込まれてしまったのかなという感じですよね。はいということで今回もジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。のね、えー 投資の結果、皆さんんどううなっっているででしょょかね。ちょっとね、心配ですよね。ちと心配すよ安くなってしまって買っていくっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど私はもう少しね控えるべきなんじゃないかなと思いますし、まあ、ちょっと控えておくべきどちらにしてもね買うべきではないんじゃないかなと思ってますので、まあ、ちょっとですねここは見ておくべきなんじゃないのかなというふうには思いますもっと下がる可能性の方が高いと思いますのでこれはジャスミだけじゃないですけどね 他の仮想通貨も全部同じことが言えるんじゃないかなと思うんですけどもちょっと全体的にまだ安くなる可能性の方が高いと思うので、まあ、ここでね難品買いだとかねちょっとまあ積み立てはしょうがないかもしれないですけども、まあ、やっていくっていうのはちょっとまああんまり良くないんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと温かく守るべきなんじゃないかなと思っております。 はいということで今回もジャスミーチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございますよろしければチャンネル登録などいただければと思いますのでよかったらチャンネル登録いただきましてコメント欄にコメントなど残していただければなと思っております今回もジャスミーチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございました